ったよりもピンクじゃない、もっとピンクになるかなと思ったのに、けど思ったよりもピンクじゃなかった。残念。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。前回ピンクヘアにしたいと思ってピンクのトナーを買ったんですけれども、明るいピンクトーンにはなったんですけれども、このね明るくした部分が思ったほどピンクにはならなかったので、もうどうしてもピンクにしたい衝動が抑えられず探してみました。今回はこちら、泡のトナー、まあ、トナーといっても1液と2液を割って使う今までのあのトナーではなくて、こちらはほとんどトリートメントっぽい感じなんですよね。ここに書いてあるのはなんかヘアのドライをモイスチャーにする、潤いを与えて強くして髪の毛をリペアするっていうのが書いてあるんですけど、まあカラートリートメントって感じです。なので手軽にねできるかなと思ってこちら薬局で見つけました。ピンクのやつね、こちらを今回は使っていきたいと思います。でね、こちらに書いてあるんですけども、ウェットのヘアで10分でこんな感じ、ドライのヘアに20分でここまでピンクになるよっていうことでした。なのでここまでのねピンクにはしたくないので、こんな感じにしたいかなと思うんですけれども、とりあえず髪の毛を洗って軽く乾かして、もうパサパサにはならない程度に乾かして、これを塗布していきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。こちらね、ブライアントトーニングフォーム、泡のものです。2液を使ってやるやつじゃないので、そのまま手でできるみたいです。でもまあ指がね爪が染まってしまう可能性があるので、あの気をつけたい人は手袋をしてやってください。私はもうちょっと今日もこのままやっていきたいと思います。こちら白髪にはどうやら入らないっぽいので、この染めたところ明るいところに入っていくみたいです。そしてあの明るさが十分じゃないところはちょっと暗くなるよっていうのを書いてありました。ということでやっていきましょう。今回はねおまけのおまけなので、この間のブリーチしたところそのままでトナーだけやっていきたいと思います。この間のねやったトナーはもうほとんどなくなってしまいました。ね、結構ブリーチでねパサパサになってきてるので、今度ねトリートメントをしたいと思っております。はい、よく振って使ってくださいとのことでした。お、こんな感じ、ふわふわの泡です。さてこれを手でね揉み込んでいきたいと思います。こちらもねあんまり頭皮にはつけたくないので、頭皮にはつかないように手でね毛先中心に揉み込んでいきたいと思います。今回はウェットな髪でも、まあ濡れた髪でもなく半分乾かした髪で10分様子を見て、色味が足りなかったら20分、まあそれでもまだ足りないなと思ったらもうちょっと置いていきたいと思います。今回ねこうちょっとずつ塗って、こういうのでポロッと止めて、こうやって止めていきたいと思います。こっち一応この1本で 2,3 回使えるよっては書いてありました。こんな感じの泡です。この間はね本当にねいい色だったんですよ。いい色だったんだけれども、ピンクにしたいっていうなんか思ってた色味があまりにもピンクすぎたので、ちょっとがっかりしちゃって、そこからどうしてもちょっとピンクにしたいなって思って諦めきれず、おまけで
今ピンクのやつをやっております。なんかね、持ってたピンクのトリートメントカラーみたいのがあったんですけど、それはすごくピンクになってしまうので、なんかね、ビビッドなピンクにしたいっていうよりはふんわりしたこういうペールピンクみたいな感じにねしたいので、欲張りですね。この辺のね、白髪の感じがとてもなんかこう一部分がね、ふわっと真っ白な感じになってね、すごい美しいんですよね。めっちゃお気に入りポイント、早く全部が白髪になってほしいです。やるたびにちょっとずつ振って出して塗っていきます。結構ブリーチでパサパサになってるので、本当にトリートメントをしないといけないなと思っております。ちょっと塗っていきましょう。白髪メッシュのところにちょっと入れときましょう。になったらいいな。はい、ということで塗り終わりました。大体もう10分足らずで全体的に塗っちゃいました。8分ぐらいかな。はい、それではここからじゃあ10分ラップをして置いてたいと思います。もうちょっとだけ赤くなってるね。ほい、それでは10分経ちました。ちょっと見てみましょう。猫がね、クレイジーモードなんですよね。ほい、ちょっと置きましょう。やっぱり10分じゃちょっと足りないかな。あと10分置きます。ほい、もう10分置きました。トータルで20分。ふう、開けてみましょう。さっきよりはいいよね。ちょっとここに追加をしたいと思います。なんかね、怪しいかなって。最初からドライでやればよかったね。あんなにはならないんだよ絶対。ヘルモキモキプン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 、ヘルモキベイビー。もうちょっと置きます。あとね、10分ごとに見ていきたいと思います。はい、今流してきました。結局合計で1時間ぐらいやっぱりそれぐらい置かないと色が入らないかなっていう感じです。次はね、ドライにしてやっていこうかなと思っています。さて、どんな感じでできましたでしょうか。お、イエーイ、結構入ってる。こっちの方がいい感じかな。ね、こっちの方が薄い感じ。で、どうでしょう。この白髪の部分も若干は入ってるけど、そこまではやっぱりね、このダメージの部分に入るので、ナチュラルに白い部分にはあんまり入んないみたいです。いい感じでピンクになっております。そこまでね、ピンクの辺はピンクでもなく、まあこうパッと開けると若干ピンクみたいなね。これぐらい入ってたらよかったね、この間のもね。ほい、で
じわ乾かしてみたいと思います。これで相変わらずの椿油をつけてちょっとセットをしていきたいと思います。乾かすと若干やっぱり色が薄くなるの でどんな感じにピンクになっているのでしょうか。楽しみです。乾かし終わりました。どうでしょう、こんな感じ。だらーん、ちょっとだけピンクになりました。こんな感じでおじゃる。これぐらいのピンクが良かったかな。こっちだと若干この辺が強すぎたかなと思いつつ、まあ1回2回ね流したらもう多分なくなっちゃうと思うので仮染めやってね、ちょっとだけまあ白髪の部分も若干色が入ったかなって感じです。ここはねさっき真っ白白だったので、こういうねテンポラリーなカラーでランネリを脱却あっという間になくなっちゃうと思うので、まあ普通に次はまたシルバーに戻そうかなと思っております。まあ夢が叶ったかなっていう感じです。ピンクヘアにしたい夢叶う、イエーイ。というわけで今回はおまけのヘアカラーこちらでやってみました。まあ遊び心も加えつつスグレーヘアへの道目指して頑張っていきましょう。それではまたね。バイバイ。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。今回はこの間の無念を晴らすべく念願のピンクヘアにしてみました。出来上がりはこんな感じ。ハイライト部分がピンクになって大満足です。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。